ピオキングです。今日もですねトロールコース一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、のトロールということで、このコースをやるきっかけとなったのが、説明文見てもらっていいですか。鍵ドアの後のギミックがマジでヤバいです。ヤバいがどういう意味かはこのコースをプレイしてご確認くださいって書いてるんですよ。そう書いてたからさ、めちゃくちゃ気になって今日はこのコースやっていきたいと思います。クリア率はね 2.6% って結構高めなんですよ。しかもね結構短めですって書いてたから、そんなに長くないかもしんないね今日。さてどんなコースなんだろう。制作者さんはね、さかなさんってね、なんかこう親近感が湧くような喋ってる途中じゃん。いやまあまあ制作者がさかなさんだからね、きっとさかなのすごいギミックを持ってくるんだよ。このカロンのコーナー入ってヒップドロップでいいのかな。ヒップドロップします。どうなる。なるほど、ヒップドロップした瞬間ツタに捕まれってことね。さあ行きますか。でこのバネに乗って上しかないよね。隠しブロックはない感じか。じゃあバネに乗っていきます。魚ここで出してきた魚。じゃあここの隠しブロック出してブロックの上の手とかに入る。なるほど、そういうことで、ね、今日はあんまり見ない感じの罠が多いかもしんないね。ここでいけんのかな。可愛いから許す。じゃあここの隠しブロックを叩いて瞬間左に逃げろ。これでテレサが避けれるんだね。さあブロックを開けて道が開けました。このハテナブロック叩いていいんでしょうか。叩いて左に逃げる、これが正解なんじゃないの。ほらここに魚が落ちてきた。このハテナはなんもないか。そしてドスター落ちてきたけど、何か用ですかね。このドア入ってっていいのかな。ドスの上、あドスの上は登れないね。このスキンはさあ中間ポイント。なるほど、ここはビッグイン用コースか。で一気アップはまあいらないでしょ。4つ行き道があるね。とりあえず赤から行こうか。赤青緑黄色で行こう。さあ音符を叩いて右に逃げる。なんでそんなところに出てくんの。やるね、なかなか人の心理を読んでるね。何もしないでいいってことか。じゃあこのままもう一回音符を振って右、ナイス。うわ怪しいこの針、なんもないよね。絶対なんもないよね。うわ気になる、叩いてみていいかな。いやまあこの針なんもなかったね。じゃあ無視していこうか。この矢印信用します。頼む、合ってて。合ってるよ。はっ、いや熱い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 。このキノコ取って先に進むんじゃないの。これが正解でしょ絶対に。ほら来た、つららを超えることができました。でこのまま右を失敗しておく。なんか怖いんで常に右を失敗しておきます。もしかしてジャンプかな。ジャンプしたら隠しブロック出てくる。それはわかるか。上を失敗しながら隠しブロックを叩く。そしたらツタに捕まって下には行けないもんね。あ、ない絶対まだ。なんで右にジャンプ、これでいいでしょ。いや、ほんとに気になる。これどうなんの。いやもうなんでじゃんか、ビビらせやがって。下に行くとかもないよね。さあ1個目のピンクコイン取れました。結構身近でな、1個1個も。今ちょっと噛んだ、噛んだか噛んでないかも、そんなどうでもいいね。次は青だね。さっき青って言ったもんね、赤の次。何もしないでいい。よし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 、またシャカニここのチャカナ、僕はもう引っかかりまちゃん。避けてみせまちゅ。よしよしよし、避けれてねえや。今次こそちゃんと受けよう。マジでさっき避けれんかった。すぐ右に行かないけんのやね。そして鉄筋やブロックを壊してくれるっていう感じか。うわここ気になるな、この四角。そこに出てくる、ここに出てよ。熱っ。じゃあもうここ突っ切っていくよ。突っ切って土管に入る。ナイス、土管入れました。さあ行きますか。これはオープンブロック上に行っていいのかな。そんでこのオープンブロック下に叩こっか。上から叩いてみるね。いやこっち来てよ、頼むって。ビヨーン、いけない。いやダメだね、読みすぎてる。純粋に行こう、もうこのコース純粋に行った方がいいよきっと。もう数々のトロールコースやってきて、もう読みすぎちゃってるから、ここでカシャーして何もしない。右を失敗しておく。熱々、どうしよう。このブロック壊しておく。このブロック壊しても何もねえか。右下がすげえ怪しいな。かぶったらいけねえってかこれ。くっそ、頼む右下。ババーン。それじゃあこのトゲゾ無視してトゲトゲに当たっていけってことだね。さあ土管に入ってって、これでもう2つ目のピンクコインでしょ。さあ3つ目のピンクコインの場所まで行きますか。それじゃあ次は緑の土管だね。行ってきまーす。うるせえ。
なかなか楽しいんだよこのコースがまた。さあここはリフトに乗ってすぐ右に逃げる、それに合ってるでしょ。はだー、ここ一旦リフトに乗って避けろって感じかな。これでいいの？なるほど、うまい具合に鉄球とパンを使って花を倒してくれるっていうわけね。さあこのドアに入ってつららを越えていくんですけど、ここはリンクを越えてリンクを越えてって何？リンクを越えてって何でしょう？そのバーは越えなくていいんだってあのバネ乗れなかったんだね。普通乗れるよね。ちょっと見てて、絶対乗れないから。なんでここで左を失敗する。ほら乗れないんだよ俺。これもなんかのギミックなのかな。そーっと出てくんな、そーっとじゃああの右の四角は罠ってことで、すぐドアに入れっていう感じだと思うんだよね。これで石親父回避でしょ。さあラストの土管行きますか。それじゃあ次はこの何色っていうのかな。黄色じゃないよね。山吹色っていうのが一番しっくりくるよね。でもちょっと山吹色の土管入りますって言いにくいんだよな。さあここ下からここで避ける。魚に祝福されてる気分だぜ。倒しますけど。さあ次はあのつらら、絶対越えれないと思うんだよね。このキノコ取るしかないもん。取った瞬間すぐ上に行く。頼む。はあなんでじゃあここで隠しブロックが出たと思うんだよね。この隠しブロックを叩いてキノコを取ってつららを越えろということだね。あと1個あると思うんだよね。あと1画面っていうから、あなかったね。これで終わりなのかな。そしてさ、説明文に書いてあった通り、鍵ドア入ってからがやばいって書いてたよね。それがどうなるんでしょうか。めちゃくちゃ楽しみだね。どうなる。調査かな。いやあれは言い過ぎでしょ。ねえ、ちょ、邪魔なんだって。ここまで来ないで。次こそこの鍵入るよ。この鍵に入って一番左に枠があったよね。これで調査から避けれるみたいな。なるほど、これでクリアできるっていうわけで最後がめちゃくちゃ笑いましたけど、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。何もないところには隠しブロックがありますということで、階段上に地面が作られてると思うんだけど、あの通れる隙間全部に隠しブロックが設置されてるんじゃないかと思うんですよ。それってさ、やばくね絶対やべえよね。あそこ通らないとクリアできないんでしょう。もう意味わかんないいつもこんなコースをやってる僕も意味わかんない。でね、上手い人は何秒でできるのかなって書いてるんだけど、最速が24秒もかかってるんだよね。じゃあ僕は一発マリオ名人として、あの最速タイム塗り替えることができない。というわけで早速やっていきたいと思います。クリア率は 0.82%。 合理条件は何もない感じだね。まあまず分かってることだけど、一番下の段のところでジャンプしてみよっかやっぱ出るよね。このブロックをどうやってかわしながら登るんだろう。じゃあさ、一旦左からダッシュして右にジャンプしてみるよえ、いけないのかな。1個ぐらい登れないと先に進めんくらい、ギリギリ狙ってってみる。あ、いけたよ。こっからジャンプこっからどうしろって言うんだ。もう先に進めなくなったじゃねえかいや落ち着こう。斜めからいけるっていうのはこの1段目で分かってるんだよね。こっからだよね。こっからギリギリまで左に行くでしょ。そしてくるりんで右に行く。あ、なるほど、これの繰り返しじゃないの。きっとそれで、もう分かりました。一番最初の段差を抜けた後にマリオ一番左までやるじゃん、崖落ちるギリギリ左まで。こっからしゃがみジャンプで右を押しながらくるりん、これでいけると思うんだよね。こう、うわ、当たりはって広すぎじゃないですかこれさ、最初に隠しブロックの当たり判定調べた方が良さそうじゃない。マリオの左足が半分崖から出してる時、これは、あ、こんぐらいだったら出ないってことか。じゃあもうちょっと後ろ、崖と辛い位置になるぐらい、それでちょっとジャンプしてみるで、ね。
こんくらいだったらダメなんか。やっぱ半分出してるぐらいの時にくるりんジャンプで行ってみようか。また今日も難しそうなコース選んでしまったら、もう褒めてほしい。みんなに褒めてほしい。いつも難しそうなコースばっかやってすごいですねって褒めてほしい。早く行けよ。難しいんだって、この一番最初はなかなか難しいんだよ。これ何秒かかんだろ、クリアするまでに。24秒まで行った人すごすぎない？24秒ってことは274の時か。274までクリアすれば最速取れるってことでしょ。なかなかいい具合にいってない。絶対274は無理だけど、これはクリアできる。ワンチャンあるよ。このペースでいけばクリアできる。あとなんだ、あと、はあ、悔しい。いや、マリオって基本作業ゲーだからね。やればやるほど上手くなる。上手くなるってことは早くなる。早くなるってことはベストタイムが取れる。ベストタイムが取れるってことは早くなる。早くなるってことはベストタイムが取れる。ベストタイム。すいません、そろそろ真面目にやっていってもいいでしょうか。いや、落ち着いたら簡単にいけるんだよ、このコース。時間さえかければきっと誰でもクリアできるような難易度だと思うんだよね。でも僕、最速をさ、求めちゃってる。もう狙っちゃってるもん。欲しちゃってる、最速を。そしてみんなにすげえって言ってもらえるコメントを期待しちゃってる。はぁ、落ち着いていくか否か、自分の中の天使と悪魔が囁いています。パス、落ち着いてこのコースをクリアして。それがあなたの体のためでもあるの。うるせえな、そんなミッキーのパチモンみたいな声しやがって。だから天使界は半人前ばかりなんだよ。この前魔王軍にひれ伏したのを忘れたのか。うるさいわね。この前を油断してただけよ。次やったら勝てるんだからね。お黙りなさい。誰だ。私の戦闘力は53万ですよ、フリーザー。ちょっと待って、こっからマジで集中していいかな。で、くっそ、あとちょっとなんだけどな。あと3なんでしょ。絶対いけるよこれは。ここ、いや、もうちょっと左行こうか。で、右で、次はこの辺から、もうちょっと左、こっから下髪くる。やった。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。さっきのトロールコース短かったと思うんですよ。なんでもう一つだけコースを追加していきたいと思います。スイッチの世界へ、任天堂スイッチゲームというコースなんですけど、説明文にさ、スイッチの中に入るとスイッチで発売されたゲームが遊べますって書いてるんですよ。ということはよ、このコースは今までスイッチで発売されたゲームの何かしらの要素が詰まってると思うんですよ。それめちゃくちゃ気になんない？まあ、クリア率は 50% 近くあるからね、やられることはないと思うんですよ、多分ね。それじゃあ早速やっていきますか。でさ、サムネにもあったんだけど、このスイッチの形作るのめっちゃ上手くない？ちゃんと右側がね、赤色、左が青になってんだよね。そしてアナログスティック部分ガリガリでできてんのか。で、このゲームはマリオだよね。これはマリオ以外ないと思う。どんどん他のゲームがね、出てくると思うんで楽しみにしておきましょう。次はゼルダブレスオブザワイルドか。ブレスオブザワイルドができるの？マリオメーカー2でマスリンクになってこれはブレスオブザワイルドなんですか。まあまあ、可愛らしいブレスオブザワイルドとして受け取っておきましょう。そしてここはブンブンが出てきたけど、このブンブン、ブレスオブザワイルドの敵キャラで言えば誰に当たるんだろうね。ちょっと難しいな。一応ブレスオブザワイルド全クリしてるんで分かってるつもりなんですけど、機械みたいなんが敵だったよね。そして今度はスプラトゥーン2。面白すぎ。どんなんなんだろう。あ、イカ。なるほど、この赤のがペンキでイメージしてるんだろうね。そして青もあるよきっと。やっぱりね、倒していこう。倒していっていいのかな。このイカは、あの可愛らしいあのイカのキャラクターをイメージしてるんでしょうきっと。それじゃあ次に進んでいきますか。次は何なんだろう。スマッシュブラザーズ来たよ。みんな大好きスマッシュブラザーズが面白すぎるこれは面白すぎだよね。めっちゃ可愛いこのスマブラ。しかも鍵はちゃんとボスが持ってるって感じだね。しかもコクッパだね。じゃあこのコクッパ倒していこう。もうこんな余裕だよ。やられる要素がないね。さあ次のゲームは何でしょう。ポケモン来た。え、ポケモンって書いてるよね。ポケモンだよね。右下がちょっと読めないんだけど。さあ
なるほど、モンスターボールを出してんのね。で、ここでオンオフすることによって、なるほど、モンスターボールに入れろってこと。うわ、面白すぎ。で、ここで押して倒してゲットしたっていうことだろうね。のこのこクオリティ高いね、このコース。で、これはこのゲームなんだろう、バーサス何このゲーム、どうやってすればいいのなんか倒したけどこのゲーム分かんない。ちょっと分かってる方コメント欲しいんですけど。あ、待って、見るの忘れた。アニマルクロシグ、集まれ動物の森かな。アニマルクロッシングって言ったら、あ、そんな感じっぽいよ。ちょっと倒すのが申し訳ないんですけど、多分これ集まりをイメージしてんじゃないのかな。で、これ船、あつ森で船とか出てきたっけ。え、合ってる、いや自分が合ってるのかね、分かんなくなってきた。じゃあここでカシャーンして、ここはゲームもなんもないでしょきっと。集まれ動物森の部屋の中みたいな感じかな。いや分からん、他のが思い浮かばねえ。とりあえず先に進んでみようか。次は何だろう、どんどん出てくるね。で、ここはマリオで終わりっていうことね。いや、ほんと素晴らしいコースで癒されました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。